JR 総武線大久保駅でホームドアの稼働が開始しました。JR 東日本は総武線大久保駅の1番線ホームに11月2日、2番線ホームに11月3日にホームドアを設置し、今日21日の始発より上下線で稼働を開始しました。総武線大久保駅に設置されたのはスマートホームドアです。重量が軽く風を通すフレーム構造とすることにより、荷重や風圧への影響に対応するためのホーム補強工事が簡素化でき、設置にかかる工期が通常型のホームドアに比べ最大 40% 短縮できるという点が特徴となっています。JR 東日本によると、総武線では来年2月中旬から3月中旬にかけて水道橋駅でホームドアの稼働が開始される予定だということです。これで11月21日の KAB ニュースを終わります。